はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回は、はい、こちら見ていきましょう。スーパーストーン、今回はね、たっぷりちょっと欲出しすぎて全部で、ね、5000円回っちゃいました。これ25個あります。で、何かというとポケットトミカなんですけど、まあ今回はね、なんか50周年を記念してちょっと特別なね、車両がね、シークレットで出るんですよ。で、それ狙ってね、もうめっちゃ回したんですが、いやー、まあとりあえずは息子と娘と頑張ったんで、まずこちらのね、動画をね、ご覧ください。やりましょう。何狙いましょう。あ、でもハルここ狙ってな。ほら、どっちかか、それかこれ、それかどれ、それかこれ。オッケー、行きましょう。1回目金の GTR 頼むで。はい、一発目、はい、一発目。何、まだ見えへん、まだ見えへん。2回目、そう、金の GTR、 それか銀、それか銀、どっちでもいい、お願い。何、あ、普通のパトカーやな。パパチャレンジ、パパチャレンジ。建物やな、多分建物。4回目頼む。同じのしか出ない。当てて。あ、何、ベース、ベースストラクチャー。これ、いいね、これとこれすら建物できるな。5回目頼む。金か銀、お願い。 GTR 来い。何、普通のパトカー、何かのパトカー。6回目来い、来い、金来い、金来い、金。どうだ、あー、普通の。7回目来い、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 あかん。頼むで、頼むで。おい、緑。あ、でも星打てたやっちゃう。トレーラーや、やったよ。トレーラーや、ラッキー。トレーラーかっこええで。やっぱ9回目。参ります。どうだ、はい、かぶった。はい、かぶった。10回目頼むぞ。もういいんちゃうか。もうそろそろ。もう金か銀来てくれへんやろ。もういいんちゃうか。ちゃう。頼むで、11回目。なんか来い、なんか来い、なんか来い、なんか来い。両方とも。なんか来い、なんか来い。はい、かぶった。はい、かぶった。12。ほら、どうだ、どうだ。あー、ダメ。13 13で、どうだ。見えない。え、見えない。あー、坂道のやつ出てこれ。14回目だと。あー、トレーラーか。15回目。3000円やで、3000円やで、これ、うん、どうするか、終わっとく、これ。あー、パトカーやな。16回目、これでもこれまだまだあるから、16回目、何、あー、トレーラー頼む。めっちゃ回してるで。あー、ゲーム。18、おりゃおりゃ、ほい、どうだ。19、おい、これでお願い、なんか来い、なんか来て。20回やね、20回。これで最後。もうあかん、もうあかん、もう出んかった、メルカリや。おり、何、出ない、それ残念。チーン、残念だね。そう、建物ちゃうの。あー、建物や。ラスト1000円いくで。21回目もう泣きの5回やからな。泣きの5回。何来る。はい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 、お願い。22回目、なんだ、パトカー。23回目、いくで。おりゃ、果たして何来た、何来た。大きいに見えてんけどな。お願い、何が来る。あー、来ない。さあ、来るか、来るか。お願い、お願い。あー、無理ー、もうないんかもしれない。まあ、ということでね、1個ぐらい出てもいいんじゃないのと思って希望に燃えてこう回したんですけど、1個も出なかったという。もう惨劇ですよ、こんなの。まあ、人間欲出しちゃダメですね。最後の1000円ね、ほんと5000円ね、めっちゃ迷ったんですけど、運に任せて回しましたが、もう出ませんでした。入ってんのかな、本当に。っていうぐらいですね。じゃあとりあえずね、まあせっかくね、もう今回のポケットトミカね、おそらく普通の通常のラインナップはコンプリートしてるんで、では早速ね、見ていきましょう。じゃあとりあえずね、今回ちょっとどんな感じになってるのかね、ブックレットで確認していきますね。はい、今回はね、改めましてポケットトミカの最強警察本部、はい、こちらね、全8種となってます。で、白黒でわからないですが、この左下のこの2両ね、この2つが金色と銀色の GTR ですね。もう、いや、もうめっちゃ欲しいんですよ、出ない。
で、他のラインナップですが、まあ通常のラインナップとしてもね、ほんとね、とてもいいものになってますね。トヨタのクラウンアスリートパトロールカでしょ、で CX-5 のパトロールカで、スズキエブリーのパトロールカと、パトカーがこんな感じの3台ですね。でこれね、多分ガチャガチャ的に結構当たりだと思います。警察重機運搬トレーラーね、これ割と出ましたね。であとはそれ以外にストラクチャーとして警察本部に、あとベースストラクチャーですね、まあ、こちらもそこそこ出て、あと残りの2つは全く出なかったと。激レア激レアって書いてるんですけど、激レアすぎて出なかったね。この間ハッピーセットでミニオンの金色出たんで、運が回ってきたのかなって思ったんですけど、出なかったじゃあとりあえず行きますか。ではではね、適当にもう行っちゃいますね。あ、まず最初これは、あ、クラウンアスリートのパトロールカーですね。まあとりあえずこれはね、絶対欲しい車両なんで、あ、嬉しいですね。ではね、ちょっとチェックしていきましょう。はい、まずねフロントこんな感じですね。まあほんとね、しっかり相変わらずちゃんとしたクオリティでできてますね。ヘッドライトは塗装仕上げですね。でグリルのところもね、形ちゃんとできてて、真ん中にはクラウンのエンブレムですかね。でルーフの部分は赤色とね、こちら成型色でついてますね。でデザインはもちろんね、パトカーなのでしっかりとかっこいい仕上がりで、側面はこうなってて、警視庁とポリスの文字もちゃんと書かれてます。でホイールデザインはプリント仕上げですね、こんな感じです。で後ろね、テールの部分はこうなってて、トヨタのマークはね、しっかりとプリントで入ってますね。でレンズ関係は塗装仕上げと。で反対側のね、側面ですがこうなってて、こちら側も文字関係しっかりとプリントで再現されております。で上から見るとこんな感じで、クレット底の部分は、はい、このようになっております。でこちらね、ポケットトミカなので、特にギミックないです。手転がしのみがね、スムーズにできるようになってます。はい、ということでね、まず1つ目はクラウンアスリートのパトロールカーでした。さあではね、残り24個かいっぱいあるんでね、どんどん見ていきましょう。まあ正直ね、集計取ってないんでどれが何個入ってるのか、まあ最終的には分かると思うんですけどね。では2つ目、これは何でしょうね。クラウンだったらもう飛ばしますね。なんだこれはこれはね、もう早速クラウンアスリートに米出ちゃいましたはい、今見たね、クラウンアスリートですね、同じです。で3つ目いきましょう。これはさすがに多分違うと思うんですけど、何でしょうか。まあ今回のカプセルね、パッと見であまりちょっと分かりにくいんでね。ではではではいきましょう。お、エブリー、これはね、なかなかの可愛いパトカーですね。さあではね、チェックしておきますが、はい、フロントこんな感じですね。ヘッドライト塗装仕上げで、真ん中には警察のマークしっかりと書かれてます。でルーフの部分もちろんね、赤色灯がね、成型色でついてて、で側面のデザインはこんな感じですね。窓は全て塗装仕上げです。あ、先ほどのクラウンもね、窓塗装仕上げですが、こちらも塗装仕上げと。で警視庁の文字がプリントで入ってますね。で同じようにホイールもプリントでデザインが作られてます。で後ろの部分ね、テールはハイコンの感じで、警視庁の文字と、あとスズキのエンブレムが書いてますね。でレンズ関係特に塗り分けとかはないですね。まあシンプルな見た目かなと。で反対側のね、側面ですが、はい、こうなっておりまして、こちら側も警視庁の文字が書いてますね。でホイールはプリント仕上げです。で上から見るとこんな感じで、クレット底の部分は、はい、このようになっております。でこちらもね、ギミック特にないですね。テコドガシがね、できるようになってます。可愛いですね。ということで、はい、こちら3つ目、スズキエブリーでした。相変わらずの可愛さ。ではでは、数多いんでどんどんいきたいと思います。続いて4つ目のカプセル、さあこいつは何が出るんだ、いってみましょう。せーの、ポンとエブリー備え連続して同じ車種でもねはい、4つ目、エブリー、かわいい車両。では行きます。5つ目これ行きましょうか。これちょっとなんか重いですね。あ、建物かな。先にこれ行っちゃいましょうか。よしよし、これは何でしょうかって今建物って言ったかはい、これが警察署本部ですね。まず、はい、付属のシールがこんな感じ、ワンシート入ってますね。結構しっかりします。警察署本部って大きく書いてて、あとマークとかで、これがあれかな、看板じゃないけどそんなやつです。まあ、シールは全部で5枚ですね。であとパーツがかなりたくさん入ってて、おーどどどどど、多分ね、過去にもね、去年ぐらいかな、確か同じような感じの建物出てると思うんですけど、それとパーツは同じような構成だと思いますね。なんか壁とか柱とかたくさんついてますね。よいしょ、細かいパーツもちょこちょことあるんで、なくさないように気をつけたいところ。じゃあ組み立てますか。じゃあまずシール関係先に貼りましょう。まずこの一番の剥がれねえぞこれをですね、屋根パーツのやつかな、これかな、このチョボがついてる分ね、これね、これのね、ここの面にシールを一番貼ってあげましょう。よいしょ、こんな感じですね。で2番ですが、
これがこれですね。この形のパーツですね。ちょっとこの部分が大きくなってるやつ。それのここの目に貼ってあげます。警察署本部。はい。で続いて3番でございますが、とこのパーツですね。はい、このような柱のパーツに貼ってあげましょう。ちょっとこう上寄りの方がいいのかな。写真がそれっぽい感じになってるんで、よいしょ。はい、こんな感じです。で4番も同じような感じですね。はい、このパーツに貼ってあげましょう。ペタンと。あ、ちなみにね、今ね、まあ同じようなパーツなんですけども、ちょっとねこうくり抜いている部分がね、左右こう対照的になってるんで、まあ、ちょっとね気をつけてください。まあどっちがどっちも多分まあいいと思うんですけどね。でラスト5番、この大きいやつね。はい、これはねこの向きですね。この向きにこちらのパーツですね。はい、これに貼ってあげると、これがちょっとあのシャッターになるような形です。であとは組み立てていくわけですが、まずこれとこれをこう合わせて、で柱のパーツかな、これをよいしょ差し込んでいきましょう。はい、こんな感じですね。前はこうなりますね。で後ろかな、こちらにも柱のパーツを取り付けます。とりあえず今の段階でこんな感じになります。で、あ、シャッターのやつつけとかなきゃあとで無理だ。これ外して、でここのね穴にこのシャッターの長い方、これ刺しておきますね。でこちら側を取り付けて、はい、このようにします。これで OK ね。失礼しました。で次にこれとこれ合わします。こうしてと。でこの裏側にこの壁のパーツですね、これをつけていきますね。こうして、でこいつね、これをよいしょ、ここに差し込んで、刺さらない、あ、上下逆だったこれねちゃんとあの向きあるんで気をつけてくださいね。なんかちょっとこう切り込みとかあるんですよ。なので気をつけてください。もう一つのパーツもね、この切れ込みをこっちに向ける形かな。あ、逆ですね失礼しました。切れ込みをこっちだ、前に向くような形ですかね。こっちが正面になるんで、ここが前に向くような形です。はい、こんな感じで組み立てますね。こちら側も同じくこの向きですね。よいしょ、このように取り付けます。はい、これこの上の部分のパーツですね、こんな形で出来上がりました。であとはそれをこの上にね取り付けてあげてと。でこの小さいパーツ関係かな、この赤いやつ、これはねこの上の部分、ここにチェンと。であと残り2つが、でこのねカラーコーンね、可愛らしいね、それをここにつけまして、でこっちの これはなんていうのこれこのまあこのちっちゃいパーツをこちらに取り付けます。はい、これで警察署本部出来上がりました。なんか前のやつよりちょっと立派になってないですかね。結構あの色の感じが僕好きですね。濃いグレーのこの成形色ね、いやいいね、かなり立派な建物、かっこいいですね。なんかいっぱいこう数あったらこう組み合わせれたりするんで、いや素敵だと思いますね。でこれギミック的には、ここのシャッターの部分ね、これ手動ですけども、こんな感じで動かすことができますんで、ここの部分にこのポケットトミカをねこう1台ね駐車させることができますね。うん、素敵。もちろんこうね出る時もドーンと、はい、こんな感じになります。いや、いいね、なかなかナイスストラクチャーです。ということで、これ5つ目のカプセルですね。警察署本部でした。これもいくつかあるんでね、いっぱい組み立てたいと思います。さあではまだね20個あるんでどんどん行きましょう。では続いて6個目。はい、こちらは建物だ警察署本部なんで一回ちょっとこう置いときましょうね。後で一気に組み立てます。ちょっとこっち貯めときます。じゃあこっち行きましょう。これはなんだろう、一応これで7個目ですね。お、これはあ、クラマスイとか3代目のクランアスリートです。はい、まあ、安定のかっこよさですね。だんだん行きましょう。続いて8個目。これはね、なんかほら、外から見てわかりますよ、これ。まあ、今回のガチャガチャでは多分当たり系の車両ですね。コスト的にね、コスト的に。さあ、では出していきますが、あ、なんか結構いい感じ。警察重機運搬トレーラーですね。おー、いいね。あ、すごい。もうスケールがやばそう、これ。まずね、はい、ヘッドの部分ですね。フロントね、こんな感じになってます。グリルなかなか丁寧な塗装になってますね。で、ライト関係もすべてプリント塗装なんですが、しっかりとね、いい感じで作られてる。かっこいいね。で、ルーフの部分は赤色と、こちら成形色ですね。で、側面横から見ると、はい、こんな感じで、警視庁の文字と、あと白色のラインがプリントで入ってます。で、ホイールもしっかりとプリントで再現と。で、後ろの部分は、はい、こんな感じ。
ちで、ここが連結できるように穴開いてますね。で反対のね側面は、はい、こうなっていて、上から見るとこんな感じで、クレット底の部分は、はい、このようになっております。うん、なかなかいいですね。で後ろの部分ですが、はい、こちらねフロントこのようになってますね。で側面はこうなってて、後ろの方にタイヤが2輪ついてますね。はい、こんな感じでこちらもプリント仕上げです。で後ろはこうなってて、この部分スロープですね、可動ギミックになってます。しっかりできて素晴らしい。ちゃんとこうパチッと止まるようになってますね。で反対のね側面ですが、はい、こうなっておりまして、で上から見るとこんな感じです。荷台の部分はちょっとねこう車輪がね止まりにくいような構造です。でそこははい、こんな感じになっておりまして、あ、ここちゃんとこれ動くの、これ、あー、ちゃんとしてる、これ素晴らしいですね。まあ、これがあるんでちゃんと独立してねこうね立たせることもできますね。おー素晴らしい出来で、この2つの車両をねジョイントしてみると、よいしょ、はい、こんな感じになります。おー、なかなかの迫力満点のトレーラーですね。かっこいいですね。で警察重機運搬トレーラーなので、まあ基本重機をね運搬するんですけども、まあ他のねポケットトミカをこんな感じで乗せることができます。あ、ちょうどいいね長さ的にちょうどいい、いいですね。こうねちゃんとこんな感じでね遊ぶこともできるんで、素晴らしい車両になっておりました。ということで、これが、8個目のカプセルですね。こちら警察重機運搬トレーラーでした。いや、なかなか当たりです。さあではどんどん他もね見ていきましょう。続いて9個目ですね。よし、これはなんだ、まあパトカー見てるけど、あ、これエブリかな、っていうかあれですね、全然 CX5 来ない、これ出たのかなあっぱり回してる時もね楽しかったから、あの確認してなかったんですよね。エブリですね。はい、こちらが3代目の鈴木エブリーです。はい、かわいいパトカーです。これも3代目ですね。で続いてこれいきますか。さあ、これが、あ、これはあれですよ、 CX5 ですよ、やっと見れる。ではでは行きましょう、ジャンと。さあさあ、どんな感じの仕上がりでしょうか。ではね、クルト見ていきましょう。はい、 CX5 のパトロールカーですね。フロント、はい、こんな感じです。あ、フォグランプのところちゃんと塗装入ってますね。でグリルもしっかりと作られてて、あとラインの塗装もちゃんと入ってます。でマツダのエンブレムもプリントで入ってて、ヘッドライトは塗装仕上げで、ルーフの部分は赤色と、こちらももちろんね成形色でできてますね。で側面の部分ですが、はい、こうなっております。まあ、窓は塗装仕上げで、あと警視庁ポリスの文字もプリントで入ってますね。でホイールのデザインもこちらもプリント仕上げです。で後ろねテールの部分は、はい、こんな感じですね。マツダのエンブレムと、あとテールレンズは塗装仕上げで、反対側のね側面のデザインはこうなっておりまして、上から見ると、はい、こんな感じです。でクレット底の部分は、はい、このようになっております。でこちらも特にねまあギミックないんですが、手転がしはねできるようになってます。ということで、はい、こちらね9個目のカプセルからは CX5 のパトロールカーでした。いいね、安定感のあるかっこよさでした。さあではどんどん行きましょう。さあでは続いては、あ、これは警察署本部なんで、ここ置いといて後で行きに行くもん。で次にこれがなんだ、あ、パトカー、これも、あ、CX5 っぽいね。全部で本当にどれが何個出たんでしょうね、自分でも気になる。さあではでは走っていきましょう。よいしょ。はい、今見たところの CX5 のパトロールカー、こちら2つ目です。ではどんどんいきますね。よいしょ、ちょっと数が分からなくなるんでちゃんと並べようね。はい、3321ですね、今のところね。で次13個目ですね。これが、あ、スロープのやつか。よし、これ行こう。スロープのやつって何個出たんだっけ、多分なんかの記憶の中では2個ぐらいだと思うんですけれども、よし、じゃあ行きますか。一応名前があれですね、ベースストラクチャーの警察本部バージョンですね。まあこれも過去にあの形自体は出てきたことあるやつですね。よいしょ。はい、たっぷりのパーツあるんですけども、まずこちらがスロープの部分に貼るシールですね。これ4枚あります。で、あとはこれが床パーツかな。で、この辺が壁ですね、柱になるのかな。で、これがスロープとなってますね。あとは細かいとこで言うと、あ、これついてるんですね。ちゃんとこうバス停ついてますね。バス停ね。うん。警察署本部にバス停がいるのかわかんないですけど。で、これが、
ベースのね、このジョイントパーツになっております。はい、こんな感じです。さあ、では組み立てていきたいと思いますが、まずこちらもね、シール貼ってまいりましょうか、先にね。細いシールになってるんでね、破れないように気をつけてください。ペロンと。これをね、スロープのパーツに貼ってあげます。向きだけちょっと間違えないように。このパーツはね、引っかかるところがこう上ですね。で、それに合わせて、こちら側にこのように貼ってあげます。で、反対側の隅っこにこんな感じですね。よいしょっと。おっとっと。はい、このようになります。で、もう一つのスロープ。これですね。これはね、こちらのパーツこんな感じでね、組み合わせるんで、まあデザイン的にね、こう間違わないように。よいしょ、シールをね、貼ってあげましょう。向きだけね、ほんと間違えちゃうと、とても見栄え的におかしいことになっちゃうんでね。はい、このようにデザイン合わせてあげます。よいしょ。はい、こちら側もペタンと。はい、こんな感じですね。で、組み立てていきましょう。はい、まず、これとこれでいいのかな。あ、これ違うか。これかな。これですね。ちょっと形違うんでね、間違えないようにしていただきたいんですけども、はい、こうして組み合わせて、で、こちら側かな、この面じゃなかった、こっちですね。このパーツをここに合わせると。で、ここに、よいしょ、こんな感じで合わせてあげます。はい、これで OK。で、真ん中に、よいしょ、これでね、留めてありますよね。これ、真ん中です。で、バス停もここに取り付けると。で、裏返して、このこちらのパーツですね。これね。これをですね、ちょっとね、穴開いてるやつと、このね、出っ張りがあるやつがあるんですが、とりあえずこう組み合わせておきます。で、こっち穴開いてる方ね、こっち出っ張りある方なんですけども、こっち穴開いてる方です。それをここにこうつけてあげると、グッと。で、これで立つようになったんで、あとはこのスロープのパーツをここに引っ掛けてあげると。はい、これで迫力満点のね、ベースストラクチャー警察署本部バージョン出来上がりました。はい、おっとっとっと、ぐるっとね、はい、こんな感じになってて、結構大きいですね。なかなか迫力満点のストラクチャーになってます。で、遊び方としてはね、まあね、スロープの部分を使って、はい、こんな感じで車両遊びができると。まあ上の部分ね、そこそこの広さあるんで、ポケットトミカをまあ大きさにもよるんですけど、だいたいこう3台ぐらいは止めることができますね。まあ無理やりですけどもね、こんな感じで止めることができます。で、あと下にもスペースあるんで、まあここにもね、トミカをね、駐車させることができるかなと。まあ割とこう自由に遊べるような感じですね。で、横にさっきのね、警察署本部もこうね、置いてあげると、まあなかなかいい感じの絵をね、作ることができます。まああとはね、警察署本部とこのベースストラクチャーがそこそこの数があれば、ちょっとこう画面出しておきますが、まあガチャガチャのね、ポップにも映っているね、こんな感じのね、雰囲気作ることができるんで、まあ最終的にはね、ちょっとこれに近い状態をね、目指したいと思いますね。まあということで、これ何個目かも忘れちゃったけど、13個ぐらいでしたっけ？はい、ベースストラクチャー警察署本部バージョンでした。さあでは、残り、ここから大体後半戦ですね。どんどん行きましょう。もうあとはとりあえずこれで、シークレット以外はあれですね、全種類出たんで、集計していくような形になりますかね。ではどんどん行きましょう。これが、数あんま覚えてないけど14個目。これあ、クラウンっぽいね。よいしょーと。はい、こちら4代目のクラウンアスリートのパトロールカーでーす。一応お見せしておきます。はい、こんな感じですね。もう安定のかっこよさ、4代目ですね。で、続いてこちら15個目のカプセル。はい、こちらが何のパトカーだ。ポコッと、これも、あ、クラウンアスリートや。結構クラウンアスリート出てますね。はい、これで5代目のクラウンアスリートになります。5代目。まあ好きだからね、いっぱいあってもいいですけど。で、まあこれ緑色なんでわかるんですけども、トレーラーですね。これももうせっかくなんで全部出しちゃいましょう。いいね。ちょっとね、回しすぎた感はあるんですけどね、やっぱ並べると楽しいんで、本当はシークレット入れてほしかったんですけどね。まあまあこれはこれでありでしょう。ポジティブにいこうね。はい、こちらが2つ目の警察重機運搬トレーラーですね。はい、できました。迫力満点。じゃあちょっとこれもね、分かりやすく後ろに並べようかな。はい、これで2台目ですね。で、これもまあ緑です。何個目だ？ 6 個目かな。よし、じゃあ行きましょう。ハント、よし。3つ目のトレーラー登場。これもしっかりと組み合わせて安定のかっこよさ。はい、3つ目。
じゃあもう流れで4つ目いこう。さあ、いきますよ。はい、4つ目のトレーラーでございます。いいね、なんかもうすごい円になってきましたね。まあ、車両がね、ほんとあのめっちゃ並ぶといいですね。はい、これ4台目のトレーラーです。で、これいきますか。これはベースストラクチャーですね。ベースストラクチャー、これもちょっと後で一気に組み立てますね。2つ目のベースストラクチャーね。で、これがパトカーか。何のパトカーだ、ちょっと見えにくいぞ。パカッと、ほいほい。お、CX5 やってまいりました。これが3台目の CX5 です。はい、パトカーですね。こんな感じです。まあ、さっき見ましたね。はい、3つ目で、次にこれ、トレーラーですね。ちょっと緑がかってるのはもうトレーラーです。結構トレーラーも割と出てましたね、なんだかんだで。これで5台目ですね。なんかね、こう見た目のこうコスト的にはなんか少なそうなイメージあるんですけど、まあ割としっかりと入っている印象ですかね。ただただ僕の運だけかもしれませんが、はい、これで5台目の重機運搬トレーラーですね。で、あとは4つ、これが、エブリですね、このお尻は。ではでは、いきますぞいっと。これで4台目ですね。4台目の、鈴木エブリのパトロールか。はい、4つ目。で、続いて、これが、なんだ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 、まあパトカーでしょうけど、何のパトカーでしょうか。CX5 か。まあまあ割となんかでも本当確率的にはあれですね、やっぱちゃんとした確率で車両たち出てますね。これで4つ目の CX5 のパトロールカーですね。すごい平均が本当に取れてるね。で、次によいしょ、これもパトロールカー、何でしょうか。これがパカンと、エブリー、鈴木エブリのパトロールカー、これも5台目になります。今のところね、すごい、もうほぼ5台出てますね。おこれで次でもう CX5 だったらすごい、なんかほんと平均的な数なんでしょうけど、まあそこまでうまいこと確率がうまくいくのかどうかっていう話なんですけども、さあこれで一応ラストで、ラスト25個目になりますが、パカンと、なんだ、お、言ってたら CX5 来たんで、すげえ。めちゃめちゃもう平均的に入ってる。はい、こちら5台目の CX5 のパトロールカーです。まあということで、とりあえず今回車両すべてね、4種あるんですけども、5台ずつ入ってました、出てきましたね。すごい、アソートってめっちゃ統一というか均一で、やっぱストラクチャー系の方がそうですよね、よく考えたらコストかかってるんで、出た数で言うとベースストラクチャーが2個で、あと本部がこれとこれ、これ3個ですね。ではね、このね3つもねちょっと組み立ててしまいたいと思います。はい、とりあえず組み立て終わりました。こんな感じで警察署本部3つにベースストラクチャー2つになりましたね。まあなかなかね面白い感じじゃないでしょうか。で、一応ちょっといろいろやっていきますが、まずこの警察署本部ですね、まあこれ自体はこうね並べてね飾るとね、まあそのままでも十分こう素敵なんですけど、ですね、これ自体は、この上の部分ですね、これをよいしょ、ちょっと外しました。で、ここに積み重ねることが、はい、こんな感じでよいしょ、できるようになってますね。ちょっとはまらないな、いけるかな。あ、これか、後ろのこのパネルはない方がいいみたい。これつけっぱなしだと無理なので、はい、これを外した上でこうね組み合わせることができます。まあこれだけでなかなかの迫力ですね。すごいねこれで、あとベースストラクチャーに関してですね、まあこれ自体はまあ、スロープのパーツを、こちらにこうね組み替えたりとか、あとこのベース同士を、まあ、ここですね、この部分でこうジョイントすることもできますね。おっと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 、いけるかな、グッグッと、はい、こんな感じで合わすこともできるんで、この上のねパネル自体を組み替えてね、ちょっと綺麗にすることもできますね。今ちょっと適当にやっちゃってますがで、まあちょっとこう中途半端な数揃っちゃったんですけども、ガチャガチャのポップ風にするにはどうしたらいいのかな。で、この辺にこう置いて、おっとっと、で、この2階建てをちょっとねこの前ぐらいに置いてあげると。で、まあ車両がたくさんちょっとありすぎるんでね、適当にエブリィでもこう置いていこうか。で、この辺にこうして、で、あとこれはちょっとまあ建物の数はちょっと足らないんで、これちょっと置いといてあげますが、まあこれでちょっとこうね、
あの上から見るとなんか変な感じなんですけど正面から見るとまあなかなかいい感じの雰囲気になっちゃうんじゃないですかね。まああとね車両はほんとたくさんあるんで適当にねもういっぱいこう並べてあげてね、まあ、僕の場合ですけどもね楽しむことができます。まあちょっと今回は本当にあのめちゃくちゃ回しすぎた感はあるんですけどね、本当あの金の GTR とかねめっちゃねたくさんねもう欲しかったんですが、まあまあまあこれはもうこれでねちょっと5000円の結果ということでなんか絵的にはもう楽しくてしかないんで、もうパトカー祭りなんでこれでいいかな。今回はね、まあ、欲を出して金のね GTR 銀の GTR を狙って回した結果このようになりましたというお知らせでした。まあ本当にねあの確率的にはね多分ねかなりね低いものになってるんだと思います。まあ僕が運が悪いだけかもしれませんけど、まあ混入率はね金と銀の GTR ね少なそうなんで、まあもしね狙ってね回される方はそれなりにねあの覚悟して回した方がいいのかなと思いますね。まあ僕はもうこんだけお金使っちゃったんでどうしようかな、メルカリで買おうかなまあ微妙なところなんですけどもね、まあもしね何かしらの手に入れるね機会があればねちょっとね手に入れて紹介したいと思います。まあ、ということでね今回はポケットトミカの最強警察本部、はいこちらをね見ていきましたが、まあ最近ね出始めたねガチャガチャなので、まあ皆さんねショッピングセンターとかに多分あると思うんでね、ぜひ見つけた方はまあ欲を出さない程度にね回して楽しんでみてください。まあということでね今回はねこの辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどん待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもありますのでそちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。